何を迷っているの？君の望み、口にしてみてよ。死にたい。ほら、やっぱり。僕が殺してあげるよ。だから、イエスと言って。もうじれったいよ。もしかしてあいつのせい？どうしてザックといるの？彼に殺してもらう約束をしたから。それなら僕が代わりに殺してあげるよ。そうしたら彼はここから出られない。そんなの何の問題もないよ。あんなやつどうなっても。でも。おい、聞こえるか？そこにいるのか？ああ、耳障りなのが来た。ねえ、選んでよ。あいつに殺されるか、僕に殺されるか。大好きなレイチェル、僕が素敵に眠らせてあげる。てめえの美学っていうのも随分雑だな。そいつをつまんねえ顔のまま殺すってか？バカかてめえ。ああ、うるさいな。僕はレイチェルとお話ししてい。高森野郎じゃねえ。おい、聞こえるか？てめえだよてめえ。私。そうだよ。勝手に殺されようなんざ思うんじゃねえぞ。このビルにはてめえを殺したい奴がたくさんいる。でも絶対に俺がお前を殺してやる。神に誓ってな。神様に。ああ、そうだよ。だから、俺以外に殺されんじゃねえ！